それでは今日の計算機数学1の授業を始めたいと思います。で前回第2回をちょっと振り返りますと、このようなことをやっておりました。で前回は主にその数の表現、計算機上の数の表現ですね、二進数ですとか、符号付き整数2の歩数といった表現ですとか、あとは不動小数の相対誤差や絶対誤差、丸目誤差やマシンイプシロンという話、それから不動小数に関する IEEE の不動小数規格の紹介などを行いました。で、今日はその内容の続きとしまして、この多精度整数の表記と加算という話をしたいと思います。で、テキストは、セクションの 2.1.5 ですね。テキストですと、15ページから持っている人は見てください。で、多精度演算というふうにテキストで書いてますけれども、業界では多倍長演算と呼ばれることの方が多いと思いますので、今後授業でもどちらかというとこの多倍長という名前を使うようにしたいと思います。で、なんでその多倍長というかっていうのは多分これからの説明で明らかになると思います。一応この話はですね、も含めてその今後この授業で行われる扱うですね整数や有理数などの数の演算は正確に行うことを前提にします。前回の授業で不動小数を扱いましたけれども、不動小数は基本的にはこの今回以降のこの計算機数学の授業では扱いません。その代わり、空き学期の計算機数学2の方で中心的に出てくると思います。で、そうしますとですね、これまでの授業でですね、その1ワードのメモリの話をしまして、で、計算機っていうのは大体その1ワード単位の、で、こう、数の指則演算を行うということを話をしました。で、そうしますと、じゃあ扱っている数がその1ワードに収まらない場合にその厳密な計算をできるのかと、でどういうふうにやればいいのかっていうことが自然な疑問になるわけです。と、身近な例ですと、例えば日本の国家予算ですね、今年度のその日本の予算も3月末までに国会で決まったと思いますが、決まったはずですが、大体今100兆円を突破したっていうんですね。そういった数をその計算機で扱うこともあるかもしれませんし、あるいはその数学で行っている計算の中で、有理数などが出てきたりしますと、その有理数っていうのは計算の仕方によってはいくらでも分母や分子の桁数が増えますから、そしてそういった桁の数をどうやってその計算機上で扱うかということが問題になるわけです。で、それをちょっとこれから考えていこうと思います。で、ここではその電卓を例に取り上げましたけれども、例えば、これは僕の家にある電卓なんですけれども、標準的なその電卓っていうのは大体8桁ぐらいの精度があるわけですね。で、この8桁のものでですね、その大きい数をそのどうやって扱うかっていう話になります。で、一応一つ条件をつけておいて、電卓はその同じものを何個でもその有限個ですけど、好きな数だけ用いてよいということにしたいと思います。そういう条件をつけますと、素朴なアイデアとしては必要なその桁数の分だけですね、電卓を並べて計算すればいいじゃないかっていう話になるわけですね。で、この場合は今の写真の例ですと、8桁精度の整数を扱うような電卓を、5個並べたとすれば、大体40桁ぐらいの精度の整数を計算できるだろうという話にこうなるわけです。でもちろんその、皆さんがこれまで小学校から習ってきたようにその数の加算や減算ですと桁の繰り上がりとか繰り下がりっていうのを考慮して、これらの電卓を使って計算する必要は出てきます。一応これが素朴なアイデアですね。で、問題はじゃあ今のその電卓を並べたようなその計算をですね、その計算機上でどうやって表現するかと、どうやって実現するかということが次の問題になるわけです。で、その際に考えるべきことは2つあります。で、1つはそのデータの表現。
これはその実際に計算機のメモリーでその、まあ、あの多倍長のそういう大きい桁の数をどう表現するかということで、もう一つは演算の手順ですね。で今日はそのアルゴリズムという話にも触れますけれども、その例えば先ほどのように電卓を並べて大きな数の加算をやろうと思ったときにどういう手順でやれば正しくその加算ができるかということを、そうですね、まあ、我々その数学徒ですから、その誰がやっても同じ結果に正しい結果が出るようにこうその手順をまとめる必要があるわけですね。そういうものをアルゴリズムと言いますが、まあ、これを考えていこうというわけです。で、ここから先はいくつかそのまあ、数学ですのでその数式を使って表しますけれども、まずそのこれから表そうとしているその大きな桁数の数数値をですね、まあ A というふうに置きます。で、それに対してそのまあ A というのは先ほどのアイデアでまあ電卓を多数並べたようにそのコンピューターのワードという単位をのメモリをまあいくつか使って表しますので、その K というのをこの数 A を表すワードのワード数とします。で、その各ワードですね、その A を表すために使うメモリの各ワードを、まあ、A0 から A の K-1 というふうに名前を付けておきます。ここまでいいでしょうか。で、実際にじゃあどうやってそのワードの A0 から A の K-1 を使ってこの A という数を表すかっていうのが、まあ、ここのスライドに表されたようなこの式で表すわけですね。でこの式の下の方にありますように、ワードの A0 から A0 を一番右側に置きまして、で、A の 1A の2というふうに順番に左側に置いていきます。で一番左側にはその A の K-1 っていうワードを置くことにします。でこれでそのどういうふうに表すかっていうと、先ほどの電卓と同じようにまあ A0 はその A の一番下位の桁を表すわけですね。一番下の桁を表すと。でだん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 このワードのワードが A1A2 と従うにつれてその上位の桁を表すことにしましょう。まあ先ほどの電卓ですとまあこんな感じでその左に行くほど上位の桁を扱うことにします。でこのようにしてその扱うA、をですね、このワードの並びで、まあ、下にありますように大括弧でくくったリストで A0 から A の K-1 という並びで表現することにします。でちょっと注意してもらいたいのはその実際にその桁を並べた時のそのメモリのこう視覚的な並び順と、それから A を 表記した時の A0A1 っていう並び順がこう逆になっていることに注意してください。この A をその大括弧でくくったリストと表記した時には下位の桁から順番に左から2で並べていきます。それからあとここではその N という記号が出てきていますけれども、あとこの N はその1ワードの大きさですね、ビット数を表しています。まあ、この前回の授業なんかですと、まあ、1ワードが32ビットだったら、この N のところに32が入るというふうに思ってください。で、まずこのようにして、その、まあ、ここまでで、その、ある、その、まあ、多倍大きな数 A を表すのに、K 個のワードを使って A の0から A の K-1 という K 個のワードのメモリを使って表すということをまずやりました。で、それぞれのその K 個のそのメモリでですね、その整数 A とどのように対応づけるかということまでやりました。で次は、この、A を大きな数 A を表すメモリの内容をどう格納していくかということについて説明します。でメモリーのその配置の仕方については確か第1回の授業の際に説明したと思いますけれども、その下位の番地から上位の番地に向かってその上に向かってこう線形にこう積み重ねていくということをやりました。ですのでこの場合ですと、まあ、1ワードずつですねこの箱を上に重ねていくという形というふうに連想してもらえばいいです。で今回はですね、次のような方法をとります。
まず一番下の、箱、アドレスにですね、このワード数、この A を表現するのに使っているワードの数の K という整数を入れておきます。で、その箱の2段目から、その実際にその A を表すワード A0、A1 という数を格納していくということにします。で、このようにして、A という数を表す情報をメモリにしまっていくわけなんですが、注意してほしいのは、A という数そのものには、今回 K ワードのそのメモリを使ったんですけれども、実際にメモリを格納するときには、その A の長さ K という情報を加えた K プラス1ワードのメモリを使って表現するというところに注意してください。一応ちょっと予告しておきますと、今日のレポート課題ではここが理解できているかどうかがポイントになります。いいでしょうか。で、そうしますとですね、じゃあ今度、じゃあ、A という数が仮にあったとして、それをが、K ワードを与えられ、K ワードで表現されていたら、今のようにメモリにしまえばいいということは分かったんですけれども、じゃあ、その A という整数が与えられたときに、それを表記、二進表記するのに、じゃあ一体何ワード必要かってことを今度は見積もる必要があります。で、それを今から、説明します。まず最初に、A という整数をその二進数で表記したときに、何ビット必要かということを見積もります。で、これは、実はこのログですね、この LG と書いたログは、このテキスト特有の表記で、もしくはコンピューターサイエンスでよくある表記なんですけれども、2を定とした対数ですね。ログ2と思えばいいです、LG のログは。で、その時 A を二進数で表記した時のビット帳というのは、その A プラス1のその2を定とする対数値を取って、で、その、両脇にある括弧ですね、括弧です。これはシーリング関数っていって、それよりも大きな、それ以上の最小の整数を取るということにします。ですので、一応 A を二進表記したときのビット帳、ビット数、必要なビット数っていうのは、この形で表すことができます。まずこれを前提にして話を進めます。で、次に、じゃあ1ワードが N ビットで表されているとして、じゃあその A を二進表記するのに必要なワード数は何ワードですかっていうことになると、先ほど出したその A を表現するのに必要なビットの長さですね。ビットの長さを、1ワードが何ビットかっていうので割ればいいわけですね。今1ワードは N ビットっていうことにしてますから、じゃあこの値をまあ N で割って、で、それよりもちょっと大きな整数を取ればよいと。こうすれば、とりあえず、A を二進表記するのに必要なワード数というのが出てきます。で、このワード数をですね、囲碁では、この授業、後からもちょくちょく出てきますけども、この A の長さ、len A というふうに書きます。この len は、英語の length の A ですね。len A というふうに書きます。今後も時々出てきますので注意してください。で、これでですね、まずその A という整数を表すのに、その何ワードメモリが必要かっていうのが分かりまして、で、それに加えて、じゃあこの len A の値ですね、このワード数を格納するのに、前のスライドですとこの K の値ですね、この K の値を格納するのに、もう1ワード必要ですから、で、合計で、この A という多倍長数を表現するのに必要なワード数というのは、レングスの A プラス1ワードということになります。ここまでいいでしょうか。